こんにちは、ケンジです。今回の動画ではトランギアのストームクッカー S ウルトラライトを購入したのでレビューの方していきたいと思います。それでは早速中身を見ていきましょう。取っていきます。でもやっぱ純正だとまとまりがあっていいですね。これ取る分にはいいけど、しまうときまたここに通してやらなきゃいけないから、これちょっとめんどくさそうですね。でまずこちらフライパンですね。蓋にもなるしフライパンにもなるっていうところですね。でこちらコーティングがしてあります。でこちらこの傷防止のシールが貼ってありますので、まあ、これを剥がして使っていくっていう感じですね。ここにトランギアのロゴが入ってて結構かっこいいですね。質感も特殊な加工がしてあって黒でめちゃめちゃかっこいいです。で次にここ3箇所五徳があるんですけど、これを上に上げていきます。中にはトランギアのアルコールストーブと、あとは取っ手ですね。手が取れるみたいな感じの取っ手がついてます。これを使ってこんな感じですね。これでフライパンの代わりになって、でそのまま乗せて使うこともできるというようなスタイルですね。持った質感としては結構軽くてアルミの良さが出てますね。まあ、ちょっとここにゴムパッキンとかがないから傷ついちゃいそうだなっていうのはあります。次にこちらアルコールストーブになっております。裏にはトランギアのロゴがドンと入っていますね。目に入らんか。でこちら外すことができて、蓋ですね。蓋があって中にゴムパッキンがあるから、これアルコールを入れて使うんですけど、少し残っててもそのまましまうこともできます。でこちらの蓋はこんな感じで消すこともできるし、あとは少し開いて火力調整ができるっていうところですね。で僕今までこんな感じで自分で作ったアルコールストーブとかを使っていて、でこっちが16個穴が開いてて結構高火力になるんですけど、こっちは4つだけですね。結構弱火とかでやってたんですけども、今回からこちらを手に入れたのでだいぶ楽ですね。取って強火にして、でこれをつけて弱火、こんな感じで調整ができるのはいいですね。使い終わったらこれで1回消火みたいな感じですね。で今回こちらのアルコールストーブを買ったっていうところだったので、こちらもトランギアのフューエルボトルですね。アルコールをこの中に移して、でそれで使うというものです。材質としてはもうプラスチックっていうところで、この上のボタンロックを解除して、これを押してる間にこんな感じで燃料を供給できるっていうようなものになっております。やっぱ同じ製品でまとめたいなっていうところがあったので、今回トランギアにしました。で次が鍋が2つ入ってますね。こちら1個目、こっちにロゴが入ってて、反対側には 0.5 と 0.3 っていうふうにメモリがあるので、これだけでも結構役に立ちそうな感じですね。でもう1個の鍋もこんな感じで入ってます。でこっちにはロゴがあるんですけど、これには反対側には何も書いていません。ほぼほぼ同じような大きさなんですけど、メモリがある方を中に入れるとこうやってぴったり入るんですけど、これが逆になると入らないっていう感じなので、こっちのメモリがないやつの方が一回り大きいですね。でどちらもアルミでできているのでものすごく軽いです。でこちら取り出して、これ何なんだっていうところなんですけども、ここの穴にアルコールストーブをセットして、ちょうどここに3箇所くぼみがあるんですけれども、こっちの穴がいっぱい開いてる方にも3箇所出っ張りがあります。でそこに合わせてセットして回してあげると、こんな感じで固定されて使えるっていう感じですね。でこちらストームクッカーっていう通り、まあストームって言ったら嵐ですよね。まあ嵐みたいな暴風の中でも料理ができるよっていうようなコンセプトで作られています。でですのでこれっていうのが鍋じゃなくて、これは風を防ぐためだけのもので用意されています。こちらの下の穴だらけのやつは空気を供給するためのものになっております。で特徴としてはこっち側ですね、この文字が書いてある方は何も穴とか開いてないんですけども、反対側を見てみるとたくさん穴が開いてるっていう風になっています。でこれ取扱説明書の方を見てみると、風が強い時はこっちからブワーって入ると、まあ、火が安定しないっていうところがあるから、まあ、反対に使ってくれっていうような設計になってるみたいですね。
で、こちらのこの3箇所の五徳をこうやって中に入れるとこんな感じでもうぴったり入って、でかつこの周りにちょうどいい隙間が空くんですよ。これがまたいい煙突効果になっていて、で効率よく炎を回すことができるっていうのは設計になっていますね。まあこれ見ただけでわかると思うんですけども、アルコールストーブがこの中にあって、でさらに鍋もほとんどですよね、4分の3ぐらい入っている、隠れてしまうっていうようなものなの でさらにこれこんな感じで蓋をしてもいいし、もちろん逆でもいいんですけども、こういうふうにすることによって熱を逃がさないようにすれば早くお湯を沸かすこともできるんじゃないかなっていうところですね。こちら3箇所上に上げて使うとフライパンを置くことができるというようなものになっているみたいです。でちょっと気になるのはフライパンが一回り大きいっていうところなので、少し上に浮いてるんですよね。隙間が空いてるから、風が本当に強い人からと、まあ、ちょっとこれがどうなるのかなっていうところですね。でストームクッカー S の中身が今ここに出てるもので全てになってくるんですけども、他にもこれに対応している互換品が出ているんですよね。その中で相性抜群なのがこちら、でん銀色のやつっていうところなんですけども、これは同じトランギアから出ている 0.6 リットルのケトルです。こう浮いてる中ボーっていう風に火が当たっても、もちろんお湯は沸くと思うんですけども、さらに中に入ることによってほとんど隠れますよね。アルコールストーブとの距離もものすごく近くなるし、風の影響っていうのも本当に受けづらくなってきますので、お湯が沸くスピードっていうのも圧倒的に速いし、でなおかつやっぱこういう風に収まるとものすごく見栄えも良くてかっこいいですよね。同じトランギア製品だからこそできる技じゃないかなっていうところですね。でしかもこちらこの鍋を重ねて、この中にちょうどすっぽり収まるんですよね。ですのでこの中に全部まとめてスタッキングしていくっていう時にも、こちらのケトルもさらにプラスでしまうことができる。でこの取っ手を折りたためばめちゃくちゃコンパクトになります。でさらにこちらのアルコールストーブはこの中に入れて、でちょっとガタガタしちゃうと思いますので、軍手とかあとはマッチとか入れれば動かなくなるから、持ち運びはすごく便利じゃないかなっていうところですね。であとはこちらの取っ手はこの上に乗せることによって全てを収納することができます。で最後蓋をすることによってこんだけコンパクトになっていきます。で今回さらにこれだけでもものすごく持ち運び便利じゃないですか。こちらにプラスしてこれも買っちゃいました。でこれはストームクッカー S 専用のケースですね。今ないと思うけど CD 入れるやつみたいな感じですね。結構硬くて、なんかちょっとプラスチックみたいなのが中に入っているようなイメージです。でぴったし、そして閉じれば、この中にケトルとフライパンと鍋2つ入って、さらにアルコールストーブまで入ってる、さらにさらにその調理をよりやりやすくするための風防付きっていうところがこの一つの中にまとめられるってすごくないですか。まあ、今回そういったところが気に入って購入をしたというところになりました。それではこの動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。